哇，这里也太危险了吧！那看起来一副就是我打不赢的样子啊！看样子势必又是一场需要深闪躲的技能了。那边有奇美拉！算了，我不要再往前走，我现在对奇美拉真的很感冒。我要回去，我要回去了。去看看钟表店好了，钟表店老板应该开了，果然开了。ソフィーか、仕事中で邪魔しないでくれ。邪魔しないでください。あ、そうだったんだ。ごめんなさい。ん？あれ？仕事？ハロルさんって時計職人だよね。まあそうだな。どう見ても時計をいじってるようには見えないんだけど。だろうな。実際時計はいじっていないし。なに、誰がま？それって。仕事してるって言えるの？ああ、店主の俺が仕事をしていると言えば仕事をしていることになる。はあ。で、今は何をしてるの？銃を作っている。組枪？銃？知らない。还是那是念枪？なんなのそれ？え、枪吧、那是枪吧、那个字念枪吧。知らないのも無理はないな。俺も最近まで聞いたこともなかった。所以他们那个时代没有枪哎。銃というのは火薬を用いて弾丸を打ち出す武器の。真的，我要先搞定炼金。对，因为这代炼金我真的不太熟。旅の商人から譲り受けてな。最近はもっぱらこいつを作ってす。ハロルさんって手先が器用だから何でもできちゃうんだね。まあな。銃作りはなかなか奥が深くてな、気に入ってるんだ。へえ、そうなんだ。でもここって時計屋なんだよね。ハロルさん、時計修理のお仕事はしないのかな？这老板好任性哦！哎，任性老板。やれやれ。所以不修表的钟表行，我来这里到底干嘛？我想要打看看那只幽灵哎。可是他还是史莱姆。よいしょ！ちょっと強そうじゃないかな。小看他们的，我不应该太看重我自己的能力。果然这种是太打的打不过，而且还出来三只，还要先逃再说吧。逃走，逃走，逃走。耶、yeah, ，跑掉了。哎、欸，这个时候就要放生队友。啊，奇美拉，奇美拉。再修，再修。走上了，走上了，奇美拉走了，走了，走上了，奇美拉走了，哎，太危险了。你刚刚说多做什么？多做盐烧吗？那我多做一点盐烧好了。真的假的？这么光一点点就够了？好啊，那我去打看看啊，反正我刚刚存档了。啊，早上啦！我要打奇美啊，我忘记装备了。起来了，好了，先解再说吧。每次都忘记先装备，都走到这里来了。你不要一直过来啊！你不要过来，我要捡东西呀、啊！你一直过来嘛，捡东西呀、啊！哎，我要去找姐姐。在这里干嘛？啊，有任务，有指令，啊、有事件。こんにちは、ソフィー。こんにちは。
どうしてこんなところにいるの？お休みの日くらい外に出ないと体に悪いから。お散歩なんだね。たくさん歩いたの？ううん。すぐそこで読書をしていたから全然歩いていないわ。エリーゼお姉ちゃんって外でも本を読むの？ええ、そうよ。でもそれだと外に出てもいつもと変わらないような。そんなことはないわ。そよ風に当たりながら本を読むといつもとは違う気分になれるもの。嗯，这个是有，这个是可以认同的，因为你同一件事情在不同的地方做，你真的心情会有大不一样。哦，言われてみれば確かにそうかも。でしょ？静かな木陰で本を読むエリーゼお姉ちゃんってなんかいいよね。そうかし、うん、絵になる感じかな。そう、ありがとう。哎，阿叔就这样，就只是来跟他聊个天而已。谁聊个天？因为他有的时候要看他们出现的地方，去找他们讲话，可能会不太一样。会有一些不同的事件发生。ソメラ、あら、ソフィちゃん、いらっしゃい。みんな、悪いけど、ちょっと向こうで遊んでてね。みんな元気そうだね。育ち盛りだから、元気いっぱいで大変なのよ。いいな。私もみんなと遊んだら楽しいかな。ソフィーちゃんなら大歓迎よ。いつでも遊びに来てほしいわ。本当？やった！他讲话这么慢，他会不会躲猫猫？跟跑步也这么慢？でも大変だね。ファメが一人であんなにたくさんの子供たちの世話するなんて。そんなことないわよ。ここは託児所なんだから当然よ。それにみんな手はかからないし。むしろ助けられてるくらいなのよ。あ、いい子なんだみんな。きっとパメラと母さんなんだね。你看，我发现有人跟我一样，就是对这个声优配置还蛮有趣的。照れるわ。パメラ、みんなが。他真的完全没有在生气的感觉啊！あんまり遠くに行っちゃダメよ。好慢啊，讲话超慢的。ごめんね、ソフィちゃん。またね。子供たちのお世話って楽しいだけじゃないんだな。奇美拉打架吧，来，很多。厄介な相手ね、注意して。道具，道具，道具，道具。我可以，可以一次丢两个吗？物理伤害弱，丢看看好了。この道具なかなか効くよ。吃我的烟烧。これでも食らいなさい。吃我的海胆袋。吃我的烟烧。我看他剩，哦，剩只有滴血，可以直接打吗？算，还是用个道具好了，我真的怕会死掉。丢一个东西好了，然后其他用攻击。哇，奇美拉的记忆深好多哦！再打
一只，再打一只，再打一只。食べられそうだよね。啊不，白天的欺负他，不要走。欺骗拉，哈哈，你们今天臭死还不还我欺骗拉来，走开，不要跟你们打架了，你们那么弱，走开啦。哎呦，欺骗拉，走开啦。晚上，晚上了。慎重に調べなきゃ。快快快快去打欺骗拉，快点。打他屁股，直接从他后面打他屁股。奇美拉吃我的颜色了你！哦，道具で攻撃するよ。哦哦，是武丁，有点危险。有点小危险哦。是五十一滴怎么办？我先丢他，我先丢他，不行不行，不能，怎么办？要直接丢吗？直接丢好了，直接丢。不行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 ，因为他排在奇美拉后面的话，他不能丢。先给他看，可不可以补一点点好了？希望他打的不是收苏菲。奇美拉丢一次三十，那丢那我用彩蛋再丢他好了。不对啊，不行，不能彩蛋带。用海胆带吗？啊、不要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 用岩沼，好，用岩沼丢他。この道具なかなか効くよ。对，有他就对了，他就对了。受け取っておくれよ。いや、大変だ。升级了耶！记忆开启。吃好了，去打，再打一次好了。奇美拉来一直胜负吧。ちょっと強そうじゃないかな。剩一个连烧了，狙击。なかなか効くよ。大丈夫さ。受け取っておくれよ。これでも食らいなさい。剩四十，每人丢一颗海胆带应该就可以了吧？哦，升级了！奇美拉好好打哦。体が強くなった気。この経験、次に生かす。植物のために、オイラは強く。哎，有了。このレシピを書き込んでと。どう、プラフター？そうですね。また少し記憶が蘇りました。本当？ねえ、今度はどんなことを思い出したの？私が普通の本ではなく、錬金術により作られた本だということです。啊，你这个记忆回复好像有用，都一点用都没有哎。这一看也晓得说你当然不可能是一个普通的书啊。それと、私の目的について思い出しました。目的？はい。私の目的は錬金術の知識を蓄積することです。図鑑として錬金術師の手を渡り歩き、錬金術の英知を集積すること。それ、私はこれまで目的のために様々な錬金術師のもとを転々としてきました。あ、じゃあプラフタはそれでおばあちゃんのところに来たんだね。はい。苏菲奶奶把我拿到手之后，就把我放着不管了。なんかごめんね、プラフタ。
いえ、今は代わりにソフィーが私に錬金術の知識を書き込んで。他奶奶怎么会拿到这本书把他放的不管呢？奶奶，你到底在想什么啊，奶奶？ソフィーのおかげで私は目的を果たしながら失ってしまった記憶を取り戻すことができています。できるならばこれからも新たな知識を書き込んでいただけるとありがたいのですが。もちろんだよプラフタ。よーし、これからもプラフタにいろいろ書き込んでいくぞ。对啊，用结局卡玩的。美味しいお菓子のレシピとか、可愛い小物の作り方とか、いろいろね。ソフィー、書き込むのは錬金術の知識だけでは。仅限于炼金术的知识。苏菲到底在冲啥啊？没什么事，你先过来一下吧。还是哎、欸，他没有说要面谈了耶。我来，我说哪里过来？